古田敦也のスポーツトライアングルは2012年4月から8月にかけて NHKBS1 にて放送されたスポーツのドキュメンタリー番組である。2012年はロンドンオリンピックパラリンピックが行われた。この大会に出場を目指す日本のアスリートに毎回一人ずつ迫る。ソウルオリンピック銀メダリストでもある野球評論家、古田敦也がその選手の審議体を 自らの選手経験を踏まえて分析し、さらに NHK の特殊技術撮影を活かし、選手を科学的に解剖するものであった。2014年1月にソチオリンピック・パラリンピックの事前特集として4回の期間限定で放送される。上田愛美明博史寺、伊藤正樹慎鍋梨沙笠原、エリコ佐々木賞エリ口正し岸川清成里佐誠会。 秋山里奈子の会に限り視覚障害者を取り上げたため、解説放送あり、湯浅直樹青の霊、大沢治保加祭の利明。ありがとうございます。